日がこんな短いものと思わなかった。あなたの腕の5分進んだ時計にも慣れてた。カンカン棒に隠れるようにそっと二つ重なる。待ち焦がれてた意地悪な甘さをもう一つねだった。そのうちより今のうちこの気持ちも今のうち淡く淡く翡翠のよう。いつかじゃなく今がいい。こんばんは、人とようです。月天神シュルリの世界へようこそ。今日は雨ですね。なんかいっぱいの雨がっぱを着た人たちがこうやっているのは初めて見る風景ですが、なんだかちょっと不思議な風景ですね。ずっと今まで私はもらい泣きのエイヤーツアーというのをやってきたんですけども、今宵はちょっとシュルリと台打って、月が見えないけれどもここにいる人たちのみんなの中に月が見えてると思って
やっていきたいと思います。